こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はマーケティングの話になるんですが、マーケターの役割について掘り下げていければと思っています。で、これから詳しく見ていくんですが、マーケターの役割とは、私は集約すると5つになるなと思っているんです。では、この5つ、どんな役割がマーケターにはあるのかについて、今回は一緒に見ていきましょう。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。今回のテーマはマーケターの役割とは何かなんですが、結論は私は次の5つに集約されると思っています。順番に5つ言っておくと、1つ目が顧客理解、2つ目がソリューションの具体化、3つ目がコミュニケーションからの自分ごと化、4つ目がブランド構築とコアファン化、5つ目顧客の成功や幸せの実現です。ではそれぞれについて5つ順番に見ていきましょう。一つ目にマーケターに求められる役割は、お客さんが求めていること、時にはお客さん自身も自覚できていない気持ちを見極めることです。で、明確な欲しいというニーズがあれば分かりやすいんですが、そうではない場合ですね。まあ、そうだと気づかされて、初めてこれが欲しかったと思うお客さんの奥にある気持ちの理解なんです。で、自分のことでも本当の気持ちや欲求を理解するのは難しいですが、マーケターはお客さんといういわば赤の他人のことをその本人以上に理解することが求められ、これが一つ目の役割で顧客理解です。はい。二つ目の役割見ていくんですが、お客さんへのソリューションなんですね。ソリューションの具体化です。一つ目のお客さんの理解が仮にできたとしても、お客さんが持っている気持ちとか、隠れた不満、隠れたニーズを満たす方法を自分たちが実現しないといけないんです。お客さんが自覚していない奥の気持ちを叶えるために、ソリューションという方針を商品やサービスにまで具体化していくんです。あとは戦略を具体化したマーケティング施策を作るという、こういった具体化もマーケターの役割です。はい。三つ目の役割見ていきましょう。コミュニケーションからの自分ごと化です。で、一つ目の顧客理解と二つ目のソリューションからの具体化が実現できたとしても、まだまだ道半ばなんですね。お客さんにそもそもの自社商品サービスの存在を知ってもらわなければ、買ってもらったり利用されることってないんです。コミュニケーションを通じてお客さんに自分たちが提供する商品やサービスのことを知ってもらいます。単に名前を認知されているだけではなくて、商品やサービスの特徴を理解してもらう。このような認知と興味喚起、あとは理解促進から自分ごと化されて、買いたい気持ちを生んでいって、実際に買って使ってもらう。このような認知から利用までのいくつものハードルを超える必要があって、ここにマーケターの役割、コミュニケーションによって、これらのハードルを超えていきます。はい。ここまでがですね、マーケターの役割5つあったんですが、3つ見てきました。振り返っておくと、1つ目が顧客理解、2つ目がソリューションの具体化、3つ目がコミュニケーションからの自分ごと化です。4つ目のマーケターの役割なんですが、ブランド構築とコアファン化です。で、お客さんにソリューション、まあ、つまりは、ソリューションを具体化された商品やサービスにはなるんですが、商品やサービスを提供するのは自分たちの会社だけではないんですよね。まあ、他社から競合商品とか競合サービスが存在する中で、自分たちの比較優位を見出して、お客さんにその認識を持ってもらいます。お客さんの頭の中にある商品やサービスの認識がポジショニングになるわけですが、まあ、これをどうやって再化していくかというのがマーケターの役割です。で、お客さんが持っている認識が表面的なものではなくて、商品やサービスを使ってのユーザー体験からの感情移入まであれば、商品やサービスはブランドになります。まあ、これはちなみにの話で、この意味において、私のマーケティングでのブランドの一言の定義があって、それはブランドとは顧客からの望ましい感情が伴った商品やサービスです。もう一度繰り返しておくと、ブランドの一言というのは、ブランドとは顧客からの望ましい感情が伴った商品やサービスなんです。望ましい感情とは、好きとか、共感、満足している、誇り、憧れとか、あとは応援したい気持ちです。で、このような気持ちが、お客さんの頭の中にある、つまりブランドとは、お客さんの頭の中にある価値イメージなんですね。で、ブランドになっていくと、コアなファンがつきます。ファンな人ほど商品やサービスを選んでくれるんですよね。一度買って終わりではなくて、二度や三度と飽きることなくお客さんであり続けてもそのために過去と同じことをただやっているだけではいけなくて、いずれはお客さんに飽きられてしまいますよね。そこでどうやってコアなファンで言い続けてもらうのか、その前のブランド構築とコアファンと、
これがマーケターに求められる4つ目の役割なんです。はい。では5つ目、最後ですね。マーケターの役割の5つ目というのが、お客さんの成功を実現させることです。B2B ビジネスのマーケティングでは、お客さんのビジネスの成功だし、B2C のマーケティングでは、生活者の生活をより良くする。あとは少しでも幸せになってもらう。こんなことを目指すんですね。マーケティングは、これはもっと言えば、どんなビジネスもなんですが、お客さんがいて初めて成立します。ビジネスが存続できるのも、お客さんから自分たちが選ばれ続けるからです。お客さんが選ぶのは価値があるからで、価値が得られると、お客さんはその商品やサービスがなければできない望みが叶ったり、困りごとが解消されます。つまり、お客さんの成功とか幸せにつながるわけです。で、これはマーケターの存在意義と言ってもいいんですが、突き詰めるとお客さんの成功とか幸せの実現なんです。はい。ここまでですね、マーケターの役割、何があるかなというのを5つに整理をしてご紹介しました。5つというのが顧客理解、2つ目がソリューションの具体化、3つ目がコミュニケーションからの自分ごと化、4つ目、ブランド構築とコアファン化、5つ目が顧客の成功や幸せの実現です。で、一つ一つだけでも簡単なことではないんですよね。言葉にするとできそうに聞こえるかもしれないんですが、実現するのは行うはがたしなんです。で、簡単ではないからこそ、世の中にはほんの一部のヒット商品やロングセラーが存在する一方で、その裏では大半の新しい商品やサービスが、まあ、いずれは、静かに消えていっているというのが現状なんです。で、この現実をネガティブに思うのか、それとも挑戦しがいがあり、困難へのチャレンジを面白いと思えるかなんですね。ここに私は結果を出し続けるマーケターの分岐点を見るんです。マーケターの仕事は一見すると華やかに見えるかもしれません。しかし実際は考えたりやっていることは地味で泥臭いことばかりなんですね。それでも結果を出し続けるマーケターを目指すのかと、このクエスチョンに改めて一人のマーケターとして問われたなと。ちなみにですが、今の私の答えはイエスなんです。はい、そろそろクロージングです。今回はマーケターの役割を見てきました。5つになるなと思っていて、最後にまとめとしてもう一度5つ言っておきます。マーケターの役割1つ目が顧客理解。2つ目がソリューションの具体化。ソリューションという方針を商品やサービスに具体化していくことです。3つ目がコミュニケーションからの自分ごと化。4つ目、ブランド構築とコアファン化。そして5つ目がお客さんの成功や幸せの実現です。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。